待ちくたびれたぞ若造ども、茶にでもするかと思っていたところよ。貴殿、この拠点を守っているのか。かか、主らがはぐれの英霊と遊戯を結んでいるのと同じことさな。ユイの指示か。腕の立つ将を置いていったものだ。さて、時に宮本伊織、あの娘に代わり一つ尋ねよう。主は何を望んでこの儀に加わった？何がためあれの前に立ちはだかろうとする？英月によって婿の人々が傷つく。故に壊す。壊してこの儀に幕を引く。うん、なるほどな。さて、問答は終わりよ。そちらも退屈してきたところであろう。アサシン、リショブン、主らの覚悟のほどを試させてもらおう。王道の英霊か。過分にして俺には覚えのない名だ。随分と躊躇なく神明を明かす。まさか明かしても構わぬ良心があるのか。いつでもよいぞ、より。来い。待ってよ。清き水よ、谷田よ、流れ、海へと至りて星をなせ。絶技発揮、怒涛。ほほう、これは勝負あったな。いずこの英霊かは知らぬが見事であった。そして人の身で英霊と渡り合うほどの剣士、どれほどの鍛錬がその剣を磨き上げたのか。かか、面白い。主らの手にかかって消えるのもまた一興よ。とアサシンは言っているのだが、より、君はどうすべきだと思う？彼はユイに味方していた。は、あ、切ろうか。切らない。そう言うだろうと思った。そういうことだ、アサシン。ここは貸しにしておく。なるほど、そう来るか。
いいだろう。この借りは必ず返す。情けをかけるなとごねるほど殊勝なサーバントでもないのでな。だが時にセイバーとそのマスターへ一つだけ尋ねておこう。主らは英月の器を破壊し義に幕を引くべく戦うのだと言ったな。それがどうした？確かに道理は通っている。だがその一念を貫くのは容易ではあるまい。どれほど優れた武人であっても、いや武を求めるものなればこそ欲は捨てられぬもの。願いが叶うという抗いがたい誘惑が主に切って捨てられるのかと思ってな。なるほど、そう疑うのは道理だな。だが俺はさほど器用な太刀ではない。まあ今はそれでよしとしよう。主の思いは直接あの娘とぶつけ合うがよい。とはいえわしもあれには情がある。借りを返すことに依存はないが、小説との戦いに手を貸しもせん。案ずるなアサシン、元よりそのつもりだ。決着は俺たちがつける。では遠く行け。あの娘は浅草寺で主を待っている。剣魂一滴の勝負に出る気だぞ。小説が浅草寺に？勝敗がどちらに傾くか、老骨は老骨らしく見物に徹するとするさ。急ごう、より。私たちに残された時間はわずか。なんだこの揺れは。